もう、もうメガネやめたもん。そう。それすごいなんか、うん、それ学生時代そんなこと言ってた感じ。うん、メガネやめちゃう、うん、コンタクトにしたって。あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。次。はい。これが今日っていうかもう前から言われてたんですけど。ああ、どんなですか？FX と、ほう、FX シリーズと ZV シリーズと、ZV シリーズ、ほう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 。で、今日は 6700R っていう、まあ、この3つ。もしかしたら ZV シリーズが、噂が流れて 6700R になっちゃったのかもしれないけど、ちょっとそれは分かんないけど。だから、年明けに、どれが出るかとっていうふうに去年からねずっと言われてた具体的な機種がちょっと出てきたんですよね。これさでもさまあ ZV シリーズは E10 うんもうなんていうんですかねこう予想通りですよそれは、うん、なんていうのかなもう変な話もうロードマップ乗っててもいいぐらいの、うん、もう割とキンキン出なきゃいけないやつです、うん、それに関しては、うん、ZV シリーズは 2年くらい経った、まあ、ね経ってますからね、うん、もう絶対もうそろそろリプレイス欲しいです、うん、これはまあこれはいいとしましょうね問題ですよ、うん、問題な子がいますよ、うん、なんすかこの R ってね部長なんすか部長の嫌いな子がなんすかあれですかこうなんすかこれ一回振った子がなんかこうちょっと髪の毛切ってちょっと化粧してきたらここでまたちょっと部長の方に近づいてきたらちょっとなんか気持ちがちょっと揺らいじゃってみたいな感じですか何よお前可愛いなってガチじゃないですか何よお前ガチじゃない何よお前可愛いなガチじゃないですか一回振ってるくせにみたいなね何よお前もうメガネやめたもんそう。それすごいなんか、うん、それ学生時代そんなこと言ってた感じ、うん、メガネやめちゃうコンタクトにしたってあ何今度あメガネ見た、うん、いい、うん、結構いいよいい感じ R ならいいの R なら許すの R なら R ならうんいいと思うようんうんとか言ってみんな大受けだよ大受けうんねえ今日ご飯とか食べちゃうのご飯一緒に今日ご飯とかどうする解像度が高いですね、うん、解像度ねあの部長はあの解像度の薄い子は好きじゃないらしいですそうですね、まあ、6100万画素とも高いですから、はい、なんとしてもね、はい、そこのところはね小芝居はこのぐらいにしまして、はいはい6700R、ね、なんだかすごいまた想像の斜めいくような名前が出てきましたねいやーすごいの出てきたねこれね、うんうん、噂がだってさだってこれ APS-C のボディに久々にその要は番号以外のものが つきましたよこれ噂で、うんうんうん、なんか NEX5R 以来ですよこれ、ね、何NEX5N 以来ですよそれ以来に APS-C のその思い出せないそう APS-C のナンバリングの後に、うんうん、あなんかアルファベットがつきましたよこれ、うん、ねそう R は4000万画素センサーだ要はあれ出たよねあの、うん、富士で出てたよね APS-C の高画素機ねいやこれさでもいやこれちょっとね、俺の予想言っていい？ダメ。俺のダメって初めて。ダメなのかよ。言わせろよ。ちょっと俺の予想言っていい？はい、いいです、いいですよ、いいですよ。俺の予想言っていい？はいはい、この6700R、うんうんうん、私は出ると思います。うん、おお。出ると思います。その心は。その心はその心は、うん、男の勘ですね何はもうちょっとかっこいいざっくりだななんか今年阪神が優勝しますぐらいのなんかまあ去年優勝したからさ冗談だけど、うん、まあでもねちょっとね言えない理由であるそれは、うん、だけどそれは深瀬君も一緒にいた
なんか、うん、まあ、うん、分かった、一緒にいたところで聞いた話の中で、うんうん、あれそういや別にこのこと言ってるわけじゃないよ、言ってるわけじゃないけど、うん、言ってるわけじゃないでしょ、全然この後話をしてないよ、うん、しないそんなことを話す人なんかいないです、うん、ただ妙に聞いてくんな、うん、って思わなかった。だそれは部長が APS-C かなりディスってソニーの人が心配になって聞いたんだ。 あれはね、俺最初そう思ったもんだって、ストレートに俺がいっぱい悪口言ったからな。そうですよ、なんていうのかな、まあ、言える範囲内で言うと、うん、どう思います APS-C はって言って、部長だって俺ちょっとなんとなく覚えてるけど、最初苦味笑いにあのはって言って、あ、見ていただいたら分かると思うけど、なかなか私はねみたいなことをちょっと言ってたような記憶するんでね。だけど向こうの人はこういろいろなことを教えていただいて、そこだけじゃなくて俺は、うん、いない時に結構話してる。そうしてたね、私もういろいろ話してたから、うん、私抜けちゃったからねその時ね、うん、でその時まあどこで誰にどんな話を聞いたから絶対言えないけど、うん、だけどこの話を聞いたときに 6700R 聞いたときに、うん、あれなんかそういやなんかやったら聞いとったなと、うん、いうのはちょっと思い出した。で結構具体的に聞かれて、うんうんうん、そのいやだ僕使ってないから分かんないですと僕は。あ、そうそう、あそんなこと言ってたね、使ってないから言ってたでしょ、言ってたでしょそれ、うん、で APS-C のことを APS-C のことをそうこの子はツインテールで眼鏡かけてないけどどうですかって言ってるけど、僕はツインテール好きじゃなくてそう僕もワンレン専門なんで僕ちょっと分かんないですダメだってずっと言ってたね。そう で私がちょっとヒヤヒヤしながら聞いてて、私一生懸命フォローしてたのなんとなく思い出しました今そうもう僕もうワンレン先っぽカール専門なんで僕ちょっとそれ分かんないですって言ってた、言ってた、そう言ってた言ってた言ってたねえ、うん、そうなんですよ。だけどちょっとねない話じゃないのかな。で結局これさ皆さんよく思い出してみてください。これと同じような話をつい数ヶ月前にしてましたよね皆さん。半年ぐらい前ね、はい、それ何ですかその話、皆さん思い出してください。これと全く同じ、これさとかって、これいや出るの本当にこんなの、でも出たらすごいけど、いやこれ出ないんじゃないのって言ってた話ありましたよね。ね、うん、結果どうなりましたか。結果どうなりましたか。ガンダムシードフリーダムっていう名前になりました。はい。それもうじき交換するやつです。なんかそれが出るんだか出ないんだかつって結局なんだか名前がくっついてフリーダムっていう感じになっちゃいましたっていう。まあ、けど結局出たんですよ。それはそう。ギリギリまで出るかどうか分かんなくてね、言ってて R 出ましたからね。 CR っていうのが本当出ちゃったんですよ、ね、あんな何かの冗談かと思ったけどね初め。ねえ、ねえ飛ばし記事もいい加減しろと、ねね、ギリギリまで分かんなかったもんね本当に出ちゃったんね、うん、だからこの 6700R かっこ仮ですよこれ、うん、ねえっていうのもあながちない話じゃないのかなと。で、うん、でねこれ、うん、結局さもうじゃあ 6700R、 まあこの R が何を示すのか分かんないですよ、うん、そのだけどまあソニー E マウントの中の R といえばレゾリューションの R でございますよね、要は、うん、その高解像度を示すバッジでございますよね、うんうん、じゃあ 6700R っていうものが出たとして、じゃあそんなとんがったカメラ、うん、誰が必要なんだってなった場合に、うん、結局ここっていわゆる、まあ、まあ深瀬君ともちょっと話だけども、うん、要は遠くにいる、うん、小さい小鳥とかさ、うん、ね、猛禽を取ってる方とか APS-C 復権の内容ってことですよね。だからねいわゆる昔のね昭和の、うんうん、昭和の我々が要は APS-C のいわゆるそのハイスピード機に求めていたそういった世界観が、うん、もう一度ここで復活と。でもしこれが 6700R と本当にして高画素キーであると、うん、で、
当然 AF に関しては最新、うん、で連射がどれぐらいになるかはちょっと不明ですが、まあ、少なくとも連射上げて、そこ怪しいですよ、ここ怪しいんですよ。でここやんなかったら全く意味がないんで、もし仮にここを、うん、どうかな、まあでもねこれ電車ターンしたらこれもう自動的に荒らしなきゃいけないんで、積層化出しなきゃいけないんで、これまたハードル上がる、うん、わけですよ。あれじゃ あれって富士フィルムのやつってどうなってるんだろう、もう全然スペック覚えてないんだけど。あ、富士の TX？ うん、あれ4000万画素で積層型だったっけ。もう積層型なのかな、あったよね積層型、富士で1台積層型の APS-C あったのかな、ね、ちょっとごめん、もう全く覚えてないこれ。あ、教えてください誰か。そう、もしもね出たら岡本幸太郎くん欲しいよね、もうね間違いなくね。まあ、そうで、そう結局だからこういう方向けのかなりピーキーなカメラ、うん、まあ、実際そんな誰が買うんだと思うんだけど、アルファ 7CR がそうなんですよ、ね、誰が買うんだあのカメラと思って、うん、結構買ってますよあのカメラ、我々の周りだけでもそうそういますよ、うん、なんでもしかしたら出るかもしれない。でそうなると何が起こるかっていうと、もはやAPS-C のレンズじゃなくてもいいんですよ、レンズがセットアップするレンズが、うん、もう初めからフルサイズの望遠を 1.5 倍で使うこと大前提なんですよ、それで、ね、そういった人たちって、うん、むしろ APS-C で出すよりも今の要は改造してるフルサイズの真ん中の、うん、トロの部分だけ使えるっていうのが美味しいわけですよね要は、うん、そしたらそういった使い方をするんだったら OM-1 売れなくなっちゃうよ、部長の OM-1 が売れなくなっちゃう大丈夫あ、もう、まあ、あれもそろそろ次出るだろう、もうそろそろちょっと次のモデルは怪しいとは思うけど、うんうん、APS-C だけどっていうか、まあ富士はちょっとそれの経路じゃないからあれだけど、うん、OM 系はそっちの人が撮ってて結局そういう部分で恩恵を受ける人が多いから、まあ、そっち系だよね、だからな、まんまだよね。だから俺はかねてその APS-C のハイエンドに関してはその APS-C 用の同じくやっぱりハイエンドの GM クラスの専用レンズがないと俺はダメなんだっていうふうに思ってた、うん、だけどこの使い方をするならばかなり限定的な使い方ですけど、うん、もうレンズに関しては APS-C じゃなくてもいいです、もうむしろフルサイズ今ラインナップしてるものでも全然いいです、うん、1.5 倍で使えるんだったら、だって 600mm が 1.5 倍でテレコンなしでできるわけですよ、ね、額面通りで、ね、でかいですよかなり、テレコン入れたらもっといくわけですから、ね、うん、スタート地点が違うわけです全然、ね、でしかも専用設計されてるセンサーで何も無理してない、うん、クロップも何もしてないんですよ、うん、額面通りの性能が出るわけですよそれで、うん、だったらかなりでかいと思うんですよね。ただそれはかなり偏った人向けなんですよ、ね、えだけどこれ R っていう名前にしちゃってレゾリューションモデル4000万画素っていう、もう画素数すらもすごいってなったらもうそもそももう普通の人を狙ってないと、うん、だよね、いう形だったら商品としてはありなんじゃないかなと思う。これは